ハングオンは1985年にセガが発売したアーケードゲーム。コアランドテクノロジー株式会社からセガへの持ち込み企画である。ゲームデザインは鈴木博史。本作は同社が展開する体感ゲームの第一弾である GP500 をモチーフにしたバイクレースゲーム。敵車を交わしながらアルプス、グランドキャニオン、都会の夜、シーサイド、サーキットの 前後ステージのコースを進むレースゲーム。いかに早くステージをクリアするか、もしくはコースコアを残すかが、ゲームの目的であり、敵者はランダムにまとまって、コースに出現するが、順位という概念はない。ギアやシフトといったものは存在せず、アクセルとブレーキのみでスピードを制御する。ゲームの視点は、自社からの後方ビューであり、ポリゴンを使用しないスプライトを使った、記事 3D である。 当時のレースゲームは敵車に接触すると爆発するものが主流だったのに、対し本作では敵車に接触してもバランスを崩し減速するのみで爆発はしない。コース外の看板や植木等の障害物に接触するとクラッシュするが即爆発ではなく障害物に接触するライダーが飛ばされるバイクの爆発というゲームには直接関係のない演出がある。 ライダーのリアクションも膝立ちになり合われむ四つん這いになり地面を叩いて悔しがると当時としては非常に凝ったものだった。本タイトルはライドオンタイプとシットダウンタイプの2種類の筐体で発売されている。共に前後ステージだがコースのレイアウトが異なる。ただし両方のタイプ共にブレーキを一切使わずアクセルを戻すエンジンブレーキのみで全てのコーナーを クリアすることが可能である。実際の車体を小さくしたバイク型の筐体でハンドル部分に15インチのブラウン管モニターが設置してある。プレイヤーが筐体にまたがり車体を傾けることによってゲーム画面上の自バイクが左右に移動する。右ハンドルにブレーキとスロットルが備え付けられている。そのため急コーナーや S 字コーナーが少なく設定されている。 筐体の足を乗せるステップ部分にセンサーがあり、ステップに足を乗せていないと、ゲーム内でのバイクのグリップが低下するようになっている。しかし、ステップに足を乗せたまま車体を傾けたり、筐体を立て直すのは、筐体の重量から見ても難しく、特に筐体のバネブが疲労している場合は困難だった。ため、多くのプレイヤーはステップではなく、床に足をつけてプレイしていた。 アップライトの画面に専用のハンドルとシートが固定された筐体である。シットダウンタイプはハンドルを左右に振るだけで容易にコーナリングできるのでライドオンタイプよりも多くの Q コーナーや S 字コーナーが設定されている。ゲームデザイナーの鈴木博士はセガ社員であるヒロがバンドを組んでいたことを知って本作のタイトル音楽とメインテーマの音楽の担当者に起用し、 それがヒロのデビュー作となった。突起がないものはセガが発売。その他、海外のパーソナルコンピュータやゲーム機にも移植されている。ありがとうございます。